地図足立区立郷土博物館は、東京都足立区の歴史、生活文化、美術に関する資料を収集保管するとともに、展示等による事業活動を実施している博物館。1986年11月の開館。年に一度の特別展と数回の企画展を開催するほか、住民の団体が登録しており、研究、展示、事業の各分野で、 博物館と共に活動している。代表的な団体は、足立区郷土芸能保存会、足立市団会など、2009年3月に常設展示内容を一新してリニューアルオープンした。新しい展示テーマは、江戸東京の投稿。年に数回の企画展覧会、特別展覧会を開催している。多角的な調査活動と実験的な展覧会が多いことでも知られる。 各展覧会の概要は、同館が発行する図録で閲覧できる。代表的な展覧会は次の通り。一般的な足立区内の古文書、民具などを収蔵しているが、全国的に知られる資料も次の通り収蔵、公開している。博物館には、住民の郷土史や郷土芸能、史跡巡り、愛好会等が、団体登録しており、事業について、博物館と住民、 利用者が共に進めている、先進事例として知られている。郵便番号1 2 0 0 0 0ロ1東京都、足立区大谷伝言のの20-1。ありがとうございます。